お金とピストル。作、夢の旧作。朗読、西野まり。泥棒がケチンボの家へ入って、ピストルを見せて、お金を出せと言いました。ケチンボは、ただお金を出すのは嫌だ。そのピストルを売ってくれるなら、1000円で買おう。お前は私からお金さえもらえば、そんなピストルはいらないだろ。泥棒は考えておりましたが、とうとうそのピストルを1000円でケチンボに売りました。ケチンボは泥棒からピストルを受け取ると、すぐにも泥棒を撃ちそうにしながら、さあ、そのお金ばかりでない。他で盗んだお金もみんな出せ。出さないと殺してしまうぞ。と怒鳴りました。泥棒は腹を抱えて笑いました。そのピストルはおもちゃのピストルで、撃っても弾が出ないのだよ。といううちに表へ逃げ出しました。ケチンボはピストルを投げ出して泥棒を追っかけて往来で取っ組み合いを始めましたが、やがて通りかかったおまわりさんが二人を押さえて警察へ連れて行きました。警察でいろいろ調べてみますと、泥棒がもらった1000円のお金はみんな偽物のお金で、ピストルはやっぱり本物のピストルでした。二人とも牢屋へ入れられました。お金とピストル。作、夢の旧作。朗読は西野真理でした。